とべ合流の平野市洋人宮寺ゆうた岸ゆうたの退場後に活動本格化の予定来年のドーム級ライブも検討かわか。皆さん、こんにちは。ジャーナリストとして、今回は注目のニュースをお伝えします。キングプリンス、イカキンプリのメンバーである平野市洋さんと神宮寺ゆうたさんが、滝沢秀明社長が設立した新会社、とべ、への合流を発表しました。 この重要な発表について詳しく掘り下げてみましょう。生配信に登場した平野潮さんと神宮寺祐太さんは100万人以上のファンが見守る中で飛べへの合流を発表しました。ジャニーズ事務所の退所から1ヶ月半ばを経て充電期間が終わった彼らは今後の活動について熱い期待を抱かせています。 まず、楽曲制作についての情報が明らかになりました。滝沢秀明社長と著名な音楽スタッフが平野耀さんと神宮寺勇太さんのために楽曲制作を進めており、これまで多くのジャニーズ事務所所属のグループに楽曲を提供してきたシンガーソングライターも協力しています。特に注目すべきは平野さんのソロ曲で、 彼の高いダンススキルを生かしたダンスナンバーとのことです。また、レコード会社との話し合いも進行中で、世界市場に向けた戦略が練られています。ライブについても期待が高まっていますが、芸能関係者によれば、年内には実現しない可能性が高いとのこと。 しかし、来年の春から夏にかけて、ドーム級のライブが検討されており、ライブの生配信も積極的に行われる予定です。しかし、平野耀さんと神宮寺勇太さんの活動は、特定のタイミングを待って本格化する予定です。同じく金プリを脱退した岸優太さんが、9月末に退場する予定で、それまで2人が待つ姿勢を崩さない様子がうかがえます。 ソロのストリーミング配信などは10月以降になる見込みです。この待ち時間が長いかもしれませんが、ファンにとっては彼らの新たなプロジェクトが待ち遠しいことでしょう。平野志陽さんの母親も期待と安堵の気持ちでいっぱいのようです。最後に、平野志陽さんはファンとのコミュニケーションを大切にし、自身のインスタグラムを通じてファンからの質問に丁寧に答えています。 愛と感謝の気持ちがファンに届けられていることが嬉しいですね。結論。平野志耀さんと神宮寺勇太さんの新たなプロジェクト、飛べ、への合流が発表され、ファンは期待と興奮の気持ちでいっぱいです。楽曲制作やライブに関する情報も明らかになり、ますます注目が集まっています。長い待ち時間を乗り越え、彼らの新たな活動を心待ちにしましょう。 読者への挨拶。今回の記事をお読みいただき、ありがとうございました。平野志耀さんと神宮寺勇太さんのこれからの活動について、最新の情報をお伝えしました。彼らの新たなステージに期待しましょう。